はい、どうも、じゃんしゃい、バンプです。はい、今回はみんなが気になってると思う、グンズ10回検証いきたいと思います。グンズっていうのは、3体ボスになっています。3体がね、まとまって動くボスですね。まあ、言ったら、ナイト、ビッグパイプ、バードアイという、この3体、まあ、出してると思います、画像。このね、3体のボスが固まって動いてるボスになります。で、特定のマップにいるボスとかじゃなくて、4マップ移動します。カスタム、ウッズ、ショアライン、ライトハウス。こんな4マップに、湧きます。これはね、時間帯で変わっていきます。で、それはね、どうやって分かればいいのみんな。どうやってね、グーンズを探せばいいのどこのマップにいるのって探すのは、グーンズトラッカーっていうものだったり、タルコフパルっていう、なんかその、グーンズが今ここにいましたよっていう掲示板っていうのがね、ウェブサイトにありまして、それの方ね、概要欄の方貼っときますんで、借りたい方はね、それを見て、どこに今グンズがいるんだろうっていうのをね、見ながら探すといいかなと思います。で、基本的にこの4マップの中で、カスタムとショアが一番借りやすいのかなというイメージです。僕はね、ちょカスタムで今回もう検証終わらしちゃったんですけど、カスタムがマジで楽。まあ楽なのは、その周回が楽なんですよね。いなかったらすぐに帰れる。そして、いてもすぐに、接敵できる。っていうのがね、ちょっと楽です。ウッズに関してはちょっと遠いんで、大変。で、ショアラインは、湧く場所が、その電波塔のとこなんですけど、そこから、広範囲に広がって、いなかったりするんですよ。湧いてても、なんか、すごい変な場所にいたりするんで、結構ね、借りにくいと思いました。はい。で、ライトハウスに関しては、水処理。ローグがいる、あそこの中に湧いてたり、あとはね、青ニキ。ニキータの横のヒラメ屋の、あそこに湧いてたりします。だから、まあ、基本的にカスタムが楽なのかな、という見解です。マップで言うと、カスタムはね、真剣に、グンズが湧きます。で、ウッズの方だと、スカブバンカー。まあ、マップで出してると思います。で、ショアラインだと、さっき言った電波塔の場所。で、これね、遠くでプレイヤーを発見して、もう詰めていくんで、いなかったりします。湧いてても、なんか違う場所にいたりします。なんか農場とかでね、目撃報告もあります。はい、こんな感じになってます。サンバガのね、特徴としましては、詰めてくる。っていうのが一番の特徴です。見つかると、Cease Fire とか言って、英語を喋ってる、プレイヤーっていうか、ボスなんで、英語が聞こえたら、あ、サンバがいるんだなって思っていただいて大丈夫です。で、基本的に視認されると、詰めてきてくれるので、近くの物陰に隠れて走ってきてるところを頭を打ってやるっていうのが簡単にね、借りるやり方かなと思います。一つね、怖いのが、バードアイというね、一匹いるんですけど、このね、キャラが足音がね、しないキャラになってますんで、気づいたら後ろとかにいたりするんでね、そこで気をつけてください。一応ね、泣きはするんで、グレネードとかでね、確認しながら倒すっていうのもいいかもしれません。さあ、こんな感じになってます。カードキーに関しては、バードアイのカバンの中とか、めちゃくちゃカードキーが出る確率が高いので、バードアイだったり、そのナイトが見込めるかなって感じです。ビッグパイプという、パイプ加えてるおじさんからはカードキーは出ないので、報告は上がってないので、まあ、ナイトとバードアイからカードキーは出ると思ってください。以上、こんな感じになってます。それではね、今回10回検証いきたいと思います。高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それでは、行きましょう。レッツゴー。来た来た。え、これ、あれちゃう？グンズだよね。今の撃たれ方。今の撃たれ方、グンズやと思う。来るぞ、来るぞ。え、ここで詰めてきてくれんのこれ。グンズ昭和。初見やからわからん。これ、グンズ、グンズ、グンズ、絶対グンズ。絶対グンズ、今の撃たれ方、絶対、おかしかった。詰めてくる、どっかから詰めてくる。絶対グンズや。いや、めっちゃ遠い、めっちゃ遠い、めっちゃ遠かった。もう、シュンって飛んできたから、弾。ナイトじゃないかな、今の。あ、もうこれ、すごい、着弾したな。うわ、なんか撃たれてる、撃たれてる。え？撃たれてるね。だからこれ絶対バードアイか、あれだよね。ちょっと前に出ると、うわ、早くも、出会うか。あ、ほら。絶対向こうから撃ってる。これどうすんの？どう詰めるの？ここで、バレた場合。どう詰めればいい？ここにいる。ほら、もうバカがおる。フラッシュ。あ、普通やってんだ。おい、くれ！おい！びっくりした。あ、3人死んでんの？もう。ナイス！じゃあ見ていくか。あっけな。何それ？俺生きてる姿を。
見れんかったけど、プレイヤー来てんのか。まあ見ていくわ、すぐ。ビッグパイプ1回目。おう、グレポンや。え、珍しい。もうグレポン？カードキーがないとぐらい、ないとからも出てくるみたいな話もあるからね。うん、うまっ。久しぶりやから嬉しいな。ごめん、ちょっと時間お願いします。とりあえず、ビッグパイプ。で、カードキーがよく出るという噂の、このカバンから見ていこう。バードアイの。なんもない。は基本的に何も出ねえか。ああ、弱い球っぽいね、これ。MC とかか。まあ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 。さあ、最後ナイト？ナイト、そっちから、あ、クレーム DR だ。いいね。ポケットから出たみたいな。カードキーが。話はありますけど。弱そうな球だ。FMJ、FMJ。M88 に。あ、今回、あんま弱めっす。だって、いる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 ！グンズ湧いてる、グンズ湧いてる！シーズファイア！近い！ナイス？左左左。この左の方に見た。左タリマーらへんいなかった。あ、やってるわ、俺。ビッグパイプやってる。もう一人、バードアイ、バードアイ。あ、見とくわ。ナイト見るわ。一回目、二回目か。うわ、スピア！スピア持ってんのこれ。鍵、西島の219。うまい鍵。タスクキーか。そうでもないか。うまっ。FMJ。そうでもね。あ、でもいいか。弾、高いか、弾。いいやん。高いどこいんのこれ。おっしゃ、パイプ、当たりや。ビッグパイプ、パイプ加えてる。おっしゃ、まあ。ここやっぱコーラ持ってるね。MCX。M62。まあ、こんな感じか。俺、この試合で頭2回撃たれてるからね。バーダーいなさそう。え、死んでんのかな？でも、ないと生きてて、この辺だよな、絶対に。2匹いるんなら。いや、こんな、バグ、マジで今季ね、いろんなとこにいるっぽいから、マジ大変だぞ。バードアイ行方不明だ。まあいいや。ちょっと、バードアイなしで今回。どっから撃たれた今。そこの岩立ってたら撃たれた。バードアイじゃね？絶対バードアイだ。あ、わかんないわかんないわかんない。あっち、あっちだ。左？あ、いた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 。うわぁ、ごめん。バードアイ、あれバードアイやった。いたわ。オッケー、じゃあいいよいいよ。バードアイね。うわ、マジであんなとこ展開してんの？ 2 回目のバーディー。で、カバンの中がカードキーチャンスの確率めっちゃ高いから。とりあえずパッともう、スロールが。オッケーオッケー、まあね、な工具だったってことね。オッケー。ありがとうございます。グンズ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 、泣いてるね。オッケー、やった、一匹やった、一匹やった、二匹、なんついてきてんの、ずっとそっち見ときなさい。来るよ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 、やったやったやった、ナイト注意。それは？それ味方だよ。助かされてる。来るよ。オッケー、やったやったやった。周りチェック、周りチェック。これ見るよ、見るよ、見るよ。全員やった、全員やった。ちょ、周りチェックね。遠く見といてよ。インテリとか後ろとか見といて。さあ、1回目のビッグパイプ。うん、まあ、ビッグパイプはあんまりね、持ってる時ないからね。いや！ 1 回目っていうか、あれか。何回目だっけ、これ、俺。206。来てる？ちょっと、時間稼いで、時間稼いで。バックから見よう。バック、カードキーのこと多い。うい、ハズレイ。3回目かな？グンズ3回目。うわぁ、通居！
今日カスタム2連続でボス分けやん。守ってよ、君ら。君ら守ってくれよ。大丈夫か？さあ、最後投げてみよう。もう上、マジコパーさんの。とりあえず、これ被れない？たまだもらっとくか。一応、ナイトからもカードキーの、あれあるんで、報告。ナイト。とりあえず。ナイトだけにナイト何も。オッケー、何もない。外れ。グレネタドゥー大丈夫か？うん。で、なに？そいつ何？そいつ敵？ポテタ先行ってるね？オッケーやった。え、これ味方だ、味方じゃないよね。あー、よかったー。ふぅー。行け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 。来るぞ来るぞ。結構手前いた？この辺？結構手前？うん、誰か走ってみろ。誰か走ってみろ、お前。オッケー、ナイス。その辺？あ、さ、ナイトだね。ここナイトいるってことは結構近いんじゃない？ 4 回目だね。カードキー出る可能性もあるらしいから、ナイトから。はい、カス。ね、オッケーオッケー。さあ、4回目のピッパー。ピッパーちゃん。バードアイどこ？パイプ持ちやから当たりやね。このパイプちゃん。ピッパー、ピッパー。やっぱコーラだ。俺のもうコーラ。グレもらおう。あれは？待て待て。あ、バードアイに殺されてる。ね、バードアイ誰が殺してんのこれ。相打ち？謎じゃね？襲われてないわ。うえ、バードアイ中いたんだ。ちょっと、中見ていこう。4回目。座る。誰が倒してたんだ。え、俺のグレで飛んだんかな？最初の。奥投げたグレで。ワンチャンあるね。FMJ。あごご。いや、弱いね。まあ、こんなもんか。あれ？ほら、やっぱいる。ほっと、コンテナごと抜いてくんのこれ。いった、体。ナイス？まだいる、まだいる。奥。あ、いた。死んだ、横。気をつけて、奥いる。詰めてきてる。いった。ナイス！どこおんねん。ナイト、ラスト。ナイトも死んのんちゃう？これ。奥見といてね、ちょっと。うわぁ、これカードキーチャンスある。ないー。5回目だね、ラサス。これラサスっぽかった。こいつさ、コンテナこと抜いてくんのエグいやろ。M80。強いね、弾。バナナ B？ ハゴゴ A1？ やべ、今回強いバードアイヤ。もう分かったよ。ナイトね、オッケー。うわ、ほら、黒 MDR だ。やっぱ強いサンバカだ。当たりサンバカ引いてる。5回目のナイトちゃん。多分これ弾も強いんじゃないかな。本当に強いぞ、これ。FMJ。弾弱かった。ナイスナイス。こんな近くおったんやね。気づかんかった。MCX は当たり前でしょ。パイプ加えてる。いや、マジで今日、やばいね。5回目これで終わりかな。こいつがカードキー持ってる話あんま聞かねえからな。ちょっとグレーもらっちゃって。これでいっか。いる、軍ズいたわ。うわぁ、マジかよ。ヘッシュ当てられた。ちょっと、誰か画面共有してくれ。ってんだね、奥。はい、行こう、レッツゴー。ちょ、俺邪魔やな。全員やったんかな？え、なんで、胴体あの一瞬で殺されたんだ、俺。
まあ、とりあえずいいや。進むから。これ6回目ね。6回目のビッグパイプたち。ビッグパイプからカードキー報告は聞いたことないから、ないね。オッケー。じゃあ、行こう。あれ、次の、ナイト。うわ、だるい、今。出てきた瞬間やられたわ。座ってるし、かわいい。テディベアみたいな死んでるやん。6だね、6。オッケーオッケー、軍図湧きすぎ。連続で湧いてんやん、ずっと。ああ、それ。アイファック。バードアイは?バードアイが一番カードキーチャンスやからな。湧き。何それ?ラグ?ラグゼブラさん。あ、ナイスバードアイ、それ、目の前いるやつ。今、異空間おったけど、グレネードが。カードキーチャンス。もうチャンスなくなったね。うん。さあ。でもバードアイはね、10回中、10回検証したら多分カードキー1枚持ってるはずだから。M80、いいね。ハゴゴ A1 じゃない?ハゴゴなんだ。泣いてた?あ、びっくりした。あ、泣いてるわ。どこ?そっちがいる?オッケー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 。誰かグレ投げてくんね、これ。後ろ隠れ、そう、後ろ気をつけて。あ?あ、上か。上にいんの。ナイス、バードアイ降ってきたけど。終わり?いい、すごいな。じゃあバードアイから見ていこう。8回目 ?7 回目?7回目だね。カードキーチャンス、なくなりました。M700 の。びっくりした、今。上から来たんだ。俺、外いるかと思った。気をつけて。プレイヤー、周り。M61! あ、5。って感じだね。めっちゃ見ていくね。さあ、7回目の、ボタン。2連続ちゃう、これ。ガチで。やばい、湧きすぎ。今日マジで湧きすぎ。M62 だね。ナイトのね、カバン、ポーチか、リブかポーチかわからんけど。あれらしいからね。うわ、惜しい!ここカード機入ってる可能性あるらしいよ。まあ、7回目、スルーだね。いつも通り。あ、いるわ。バースラー空いてる。その裏かな。後ろ。やった。バードやった。あっぷな。そう、近くいるよ、そこ。インデリ、くっついてる、インデリ。見よう。あぶな。カードキー来い。カードキー。あー8回目だね、これ。8回目のグムズ。いや、マジで、2連続、今。キモーい。クライムディアルだ。ナイス。ナイト。これナイトグレーで飛んでたんかな ?FMJ っぽい。あー、これ、やっぱ2マスぐらいないとダメなんだね。あー、奥側で死んでんだ。オッケー。こんな場所いたんだ。これグレーで飛ばしてんじゃないのこれ。パイプはグレー飛んでた。なんか、すごいやり合ってるけど。グレーもらおう。いる待って、いたいるやん。グンズ。グンズやな、今。いるやん。いや、9回目ね。9回目のナイト行こう。うん、めちゃくちゃ死んでる。いや。カードキーが入ってる可能性もあるらしいんで、見ていきましょう。どこに入ってんだろう、入ってるとき。クズやね。その MK さ、どうなん弾は。はい、次。次行こうか。あ、OK、はい。9回目の、ビッグパイプ。ビッグパイプからはさ、注射器じゃなくて、報告上がってないから、
めっちゃ持ってない？え、こんな持ってることある？パイプなんか出るんじゃない？ああ、アクセスカードキーだ。カードキー出たぞ。あ、そうだ。さあ、カバン。おー、カードキーチャンスね。カードキーチャンス。うんうん。M61 か。よっ。なかなか良きじゃん。はい。はい。はい、終わり。いる！いる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 ！ぐんず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 。ラスト10回目。ビッグパイプ手前だね。うん。その辺。いったいったいった。あぶな！バードアイ死んだ、バードアイ死んでる。うん、それ誰？味方か。終わり？とりあえずバードアイ見ていくか。ラスト10回目だね。カバンの中から俺は見たい、バードアイは。うまー、PRS。いく？まあこれ武器はいつも通りって感じだね。M82、M85。武器弱め。SR 普通にこれ使いやすいんだよな。OK、回復もらおう。いや、カスタムマジ楽だなぁ。さあ、ビッパーちゃん。行きましょう。グレー終わりかなぁ。グレーシェ、グレー。グレグレかぁ。それは、あの M62。いつも通りだなぁ。オープンだ！うわぁ、待って、奥に見る、奥に見る。二人以上。行くわ。通以上残ってる。さあ、ナイトちゃん。カードキー、ここに入ってんのかな、入ってるとき。一回も出なかったなぁ。何も。抜いた。ビッグパイプやった。どこだと。これがビッグパイプだけかな？あれ、あれか？違う。え、ビッグパイプだけ？え、ビッグパイプだけのことある？まあ、一旦グレーもらうか。いるわ。どこ？うお！いやー！距離取ればよかった。取り取ればよかったか、今の。ちょっと悪かった、今、立ち回りが。絶滅危惧種のバンプーのチャンネル登録&コメント高評価お願いします。これからも。